当作品は、中華民国の甲骨学者。甲骨文字の研究の開拓者であり、羅神玉、王国医、角松弱と共に、甲骨四道と称される。字は、彦道、鉱は、平路。北京大学卒業後、中央研究院歴史語源研究所の研究員となる。1928年から1937年に、渡る。 歴史語源研究所による隠居の発掘を、は当たると共に主催した。後台湾に渡り、1948年、台湾大学教授となった。1928年より、河南省安陽省ンの隠居の調査に従事し、出土した甲骨の研究を続けて、甲骨学を体制した。甲骨文字をその様式により、五期に区分した甲は、大きい。また、著書の、 陰歴府は、甲骨文から陰代の歴法を研究し、陰代の年歴府の復元を試みたものであるが、少ない資料を駆使して、貧困との戦いの後になった一大老作である。甲骨文字は、陰居に塔を移した、紀元前14世紀頃より後、陰の滅びた、紀元前11世紀に至る300年。 近い間のものと推定されており、当作品はこの間の甲骨文字を五期に区分した。各期の字様にそれぞれ様式的な特徴がある。第一期の馬、鹿などの獣類の文字は、型がまちまちで、まだ絵画的な性質が残っている。しかし、第五期になると、絵画的要素が薄くなり、一定の自覚の文字に固定している。当作品は、第一期、第四期の中に または、墨で書かれた例を検出している。このことから、筆の使用はすでに院内に始まっていたと考えられている。少し時代は下がるが戦国時代の墓から、筆の実物が発見されている。黒線の中にわずかに筆いらしきものが感じ取れるのは、表面に筆で書いた後に濃くしたためであろう。甲骨文字はすでに見る人の目に訴えるように美的に書かれ、 装飾的な働きを果たし、早くも書道芸術の原型が成立していたと考えられる。ありがとうございます。